地キアスオは平安時代前期の貴族、儒学者。市政は神田種の地キア尊。助教、カリタ種次の子。官位は十五以上、巣を守る。カリタ氏はサヌキ国の神田軍を名称の由来とする豪族で、竹内スクネの孫にあたるたどリスクネを祖として、騎士の一族を称した。父はサヌキの国人で、助教を務め十五位下に助された。 狩田タ・タネ・ぐ。はじめ、妙業徳行政に補いされ、天安二年妙業未の旧大により二回昇進して、十六下に除せられ、自家公に任ぜられる。翌天安三年広宗康人の事態を受けて、両墓会客氏に任ぜられ、墓会氏の応接に当たる。上岸四年一族の私有今おらと共に本教を、佐抜国神田軍から左京に移した。上岸五年外、 15石下に除されるとともに、この頃有識の苦行書大部に見事乗りして、上岸各式の返纂を開始したが、安尾もこれに参画している。またこの間、中学者として石典に際して、上岸2年申しを、上岸4年後中公共を、上岸8年には収益を講じている。上岸9年正月にうちくらいの15石下に除せられ、同年11月に、 竹内すくねの光栄であることを上奏し、神田首から、木屋尊政に改正する。上岸十一年影輸字関係下付け介に任ぜられる。またこの頃、大納言、藤原思想らと共に取り組んできた格式の編纂を、完了し、同年四月に、上岸閣を、上岸十三年には上岸式を洗浄している。上岸十六年十五以上に除せられる。後、 主家頭を経て、上岸19年、武蔵守に任ぜられ地方官に転じる。地方官としての統治にあたって、物事を簡素にして、恩恵を施すことを重視したことから、官人も民衆も、非常に満足したという。武蔵守の任期満了後に、平安系に戻って、元領6年中戦長官権、須を守に任ぜられるが、 武蔵守の時ほどの業績や評判は上げられなかったという。任那2年5月28日即居。去年65。最終官位は前数を守る15以上。幼い頃より学業で賞賛された。広くゆったりとした性格で物事に従順であった。もっぱら計画に詳しい一方、鹿や文章で言葉を巧みに美しく表現することに習熟しており、 徴用の不死には文人として召されたという、ありがとうございます。